こちらについてもお知らせお願いします。はい、すでにマリンズ公式サイトでもお知らせしていますが、スーパーマリンフェスタを11月の18日日曜日に開催します。はい、ぜひお越しください。お待ちしてます。イベント内容や詳細につきましては決定次第、はい、公式サイトでお知らせしていきますので、皆さんぜひ、ツイッターのフォローとそこにも、ツイートしていきますので、はい、皆さんぜひチェックの方をお願いします。はい、いたします。おそらくね、当日参加のものもあれば事前応募のものもあるかと思いますので、はい、できるだけ早めに情報をチェックしていただいて楽しみにしていてください。はい、楽しみな。さあ、ということで今日はアスカと一緒にお送りしてまいりましたが、はい、最後にマリンズファンの皆さんにちょっと一言だけもらってもいいですか。はい、はい、本当に本当に持ちネタもちょっともう自分のネタにしていこうかな。どうしましょう。はい、はい、本当に最後のステージ、最後の試合になってしまったな、しまったんですけども、皆さんと一緒に今日も熱く応援していきたいなと思っているので、今日も一日みんなで力を合わせて応援していきましょう。よろしくお願いします。はい、それでは今日はエビスラッキーリーダーアスカに来てもらいました。どうもありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。今にね、後で今日本当に10回ぐらいだったよって伝えておかないとね。またミワに数えてもらいましょう。そう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 。さあ、ということで、こちらのステージ、ボールパークステージオープニングお送りしてまいりました。はい、